高校の時には見えてなかったものが本当に多かったので、そういう意味では、まあ、迷うのもいいことかな。文化一類2年、佐賀石織と言います。出身は山形県で、出身高校は山形東です。法学部に入りたいということは決めていて、より深く広く学べるところに行きたいなと思ったので、こう突き詰めていった結果、東大に入ることになったという感じなので、日本のトップレベルの学会のその議論にいらっしゃるような教授の方々とお話しできるっていう風な、東大に入ったからこそだなというふうに、一人で東京に来るっていうこと自体もすごく勇気のいることですし、東大を受けるっていうことについても自分の力で届くんだろうかっていうところは最後まで心配なところだと思うんですけど、残された時間っていうものも決まっているので、ベストパフォーマンスに持っていけるまで何をするできるかっていうことを考えるだけなので、傷つく人を減らしたいし、そのためにいろんなことを学びたいなって考えるようになりました。法学部4年の望月花希です。生まれは千葉県で、都内で松中高一貫の星稜高校というところから参りました。ニューヨークの国連本部の研修に行ったんですよ、大学1年生で。でその時にも滞在費とか現地の移動費とか大学が出してくれたり、そういう時なんかさすが東大だねって母と目を悪くしたことが結構記憶に残っています。結構本が好きなんですけど、なんかファンだった小説家の人にお会いして対談できたりだとか、会いたい人に会える機会がすごい増えますね。東大生に囲まれて意見を交わし合えることっていうのは、なんか日常的に学びが大きいなと思います。経験もあるし視点が柔らかい。大学に入って選択肢がぐんと増えて、挑戦できることもすごく増えて、それで幅広いことに取り組めているのかなという感じがします。東大のネットワークを活かして何かをするっていうことは一つ私にとって、軸になることじゃないかなというふうに思っています。文化三類2年の八岡凛と言います。私は今前期教養学部に所属しているんですけれども、で出身地は石川県の金沢市ですね。高校は金沢泉ヶ丘高校というところでした。集まる人がすごく多彩多様で、日本の最高学府っていうところで海外からもすごく優秀な人たちが集まって、でそういった人たちと一緒に学んだりとかお話ししてみたいなっていう気持ちがあったっていうところで、東大を目指そうというふうに決めました。何かに一生懸命に取り組んでいる人が多いのかなというふうな印象を持っていて、今自分たちが住んでいるところが抱えている課題に目を向けてほしいなというふうに思っていて、で自分たちがそれを解決する力を持っているっていうことを認識してもらえたらなというふうに考えています。就職するとしたら何らかの人を幸せにできることができたらいいなって思ってて、教育学部3年の山口里奈です。出身は愛知県の豊橋市で、高校は愛知県立自習館高校になります。まずその新フリーで入ってから学部が選べるのがいいなと思ったのと、あとはやっぱり最高学部ってところに惹かれて、自分の興味のある方向に対して思う存分なんかできるところが一番の魅力なのかなって思ってます。東大に来ることで今まで自分の見た世界とは本当に比べ物にならないぐらい視野も広がりますし、周りの環境もすごい良くなるので、本当になんかそれを求めてるんだったら周りの他のことはあとはどうにでもなるというか、後から崩して考えていけばいいのかなって思うので、まずはどれだけ自分がそこに行きたいって思いを高めていくかかなと思っています。胃の中の蛙だった私に東大は大会を見せてくれた場所だなと思っています。文学部3年の上野都です。で出身地は茨城県で、通ってた高校は江戸川学園取手というところです。
アカペラサークルの新歌ライブっていうのがあって、声だけでこんなに素敵な音を奏でられるんだっていうのにすごい感動してしまって、そこでアカペラにしようって決めました。入学っていうか受験期は全然そのこれを学びたいみたいなのは決まっていなくて、だからこそ新振りがある東大で1年生のうちにいろんな学問に触れて決めたいなって思っていて、周りの友人たちがすごい尊敬できる人ばっかりなのがすごい素敵だなって、絶対入って後悔はしないと思うので、やりたいことをしっかりと自分の意思でやりたいって言って貫いていってほしいなと思います。東京で会えるのを楽しみにしています。東大を目指そうという気持ちがあるんだったら、最後の最後まで自分に期待することをやめないでほしいと思います。自分にできることを信じて夢に向かって一歩ずつ進んでいってください。人生一回きりだもんで何でもやってみましょう。東大で待ってます。例年と違うことだらけで戸惑うことばかりだと思いますが、自分の行きたい道を信じて突き進んでいってください。